スを収穫します。これちょっと小さいけど、豚バラ肉の冷凍保存しておいたやつをチンして溶かしたので、これとナスを一緒に炒めて甘辛い感じで、で、山椒の実とかも入れて、豆板醤とかもちょっと入れて、ごま油とかで炒めて、ピリ辛の炒め煮みたいのを簡単に作ろうと思います。で、洗ったナスを適当にザクザクに切ります。ちょっと収穫が遅かったかもしれないです。種がちょっとしっかりめになってるけど、まあまだ大丈夫そうです。豚バラ肉を炒めます。豚バラ油がすごいので油がいっぱい出るので、まずはこの油でナス炒めて、でごま油は最後に香り付けみたいにちょっと回しかけてみようかなと思います。ナス入れます。ニンニクも入れます。で、みりん、濃い口醤油、豆板醤入れます。辛いやつです、唐辛子の。ちょっと汁気が少ないので日本酒を、そしてこの冷凍保存しておいた山椒の実を入れます。少しにしとこうか。もうめんどくさいので潰したりせず、そのままちょっと味見して、うん、香り付けみたいな感じでごま油をちょっと、よし、これで完成にしようと思います。火を止めて、蓋しておいておきます。冷めたら冷蔵庫に保存して、ピーちゃん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 、ここは冬にタラの木の根っこを切っていっぱい埋めたとこです。ずっと放置してて今こんな感じになってます。この緑のこれがタラの木です。埋めた数よりかは少ないけど、草に埋もれたりシソに埋もれたりしてる割には、まあそれなりにはこう出てるかなと。これが一個一個の苗木というか、また葉が冬に落ちて棒だけになったら掘り返して好きなとこに移したりしようと思います。まあ、一応育ってます、放置でも。温泉卵作ったつもりがほとんどゆで卵に近くなっています。まあでも一応柔らかい。
じゃあ今朝作ったナスのピリ辛中華風炒め煮です。やっぱこの山椒の香りがとても効いて普通じゃない感じです。冷凍しておいたけど全然大丈夫です。柔らかいし香りするし。